ウェイン・グレツキー、ウェイン・ダグラス・グレツキー、ウェイン・ダグラス・グレッキー、1961年1月26日隊は、カナダのオンタリオ州、ブラントフォード生まれの元プロアイスホッケー選手。引退後は、NHL フェニックス雇用手図の共同経営者兼、ヘッドコーチを務める。多くのホッケーファンから、アイスホッケーの神様、史上最も優れたホッケー選手と認められている。愛称は、 ザ・グレート・ワン、グレート・ワン、オーダー・オブ・カナダ受賞者。ポジションはセンター。ショットは左利き。弟のブレント・グレツキーも NHL で13試合に出場した。また別の弟のキース・グレツキーは NHL での出場はないものの、バッファロー・セーバーズからドラフトで指名を受けている。グレツキーは父親、ウォルターの指導もあって幼少時から、 アイスホッケーにおける卓越した才能を開花させ、6歳の時にはもう10歳の選手に混じって活躍するほどであった。また10歳の時に85試合378ゴールの記録を残しており、当時のトロントテレグラム紙、後のトロントさんにはクレツキーを紹介する記事が掲載された。14歳で20歳の選手と共にプレイした後、キャリアアップのために、 故郷のブラント報道後にした。この頃初めて代理人との契約を行った。16歳の1年間は、ジュニア選手を対象とする、オンタリオホッケーリーグ所属のスーセントマリーグレイハウンド、スーセインとマリエグレイハウンズで活躍した。この頃から、クレツキーは、背番号99を着用し始めた。この背番号99は、後に NHL 全チームの永久欠番となる。 ちなみに、この当時グレツキーは、憧れのコーディハウにあやかって9番を望んだだが、すでにチームの同僚がつけていたので、コーチの6つマクファーソンの勧めもあり99番に落ち着いたとされる。翌1978から1979シーズンワールドホッケーアソシエーション和の数チームが、当時17歳で NHL との契約対象外だった。 NHL は20歳以上グレツキーの獲得を表明し、争奪戦の末インディアナポリス・レイサーズ、インディアナポリス・レイサーズと契約しプロ生活をスタート。グレツキーはデビュー4戦目となる1978年10月20日のタイ・エドモントン・オイラーズ戦で初、ゴールを決め、出場8試合で3ゴールと順調なスタート切ったが、当時深刻な財政難に陥っていた。 レイサーズはグレツキーの放出を決意、その後、レイサーズは12月12日に25試合を消化したところで、存続断念、11月2日にグレツキー谷選手の契約は、オイラーズのオーナー、ピーター・ポクリントンが買い取った。グレツキーは、オイラーズで72試合に、出場、2チーム合計で46ゴール、64アシストと、活躍し、和の最後の新人王となった。 グレツキーは NHL では4つのチームで通算20年間の現役生活を送った。所属したチームは順にエドモントン・オイラーズ9年、ロサンゼルス・キングス8年弱、セントルイス・ブルース1年未満、ニューヨーク・レンジャーズ3年である。1978から1979シーズン終了後に和は閉鎖・オイーズを含む4チームが NHL に加入した他は、ケベックのルディクス、ウィニペグジェッツ及びハートフォードホエーラーズ。翌1979から1980シーズン、クレツキーは、異例の18歳で NHL デビューを飾る。このシーズンで、ハート記念賞、リーグ最優秀選手賞を受賞、以後8年連続。加えて最多ポイント記録137を、バーセル・ディオンと分かち合った。 なおアートロス記念賞、リーグサイタスコアラー賞は、ゴール数の多かったディオンが受賞したが、グレツキーの出場試合数は、ディオンのそれよりも少なかった。グレツキーは、前年にプロ経験があったためカルダー記念賞、NHL 最優秀新人賞の受賞は一した。なお、後にルール改正がされ、チームセラには、前年にプロ経験があるにもかかわらず、 年間76ゴールによりこの賞を受けることができた。2年目には、当時のシーズン最多ポイント記録164を、打ち立て、アートロス記念賞、レギュラーシーズン得点王、以後7年連続を受賞、また、2年連続で、ハート記念賞に輝く。当時のオイラーズは、フォワードに、マークメシエ、グレン・アンダーソン、ヤリクリ、ディフェンスに、ポール・コフィー、ゴーリー、キーパーに、 グラントフューーアラ若い有力選手を要し、これらの選手をクレツキーがキャプテンとして統率していた。1983年にはスタンレーカップ決勝に進出したが、3回の優勝経験を持つニューヨークアイランダーズの前に赤敗した。翌1984年に両チームは再び決勝で合間見えたが、今度はオイラーズが勝利しその後4年間で3度の優勝の 先鞭をつけた。NHL 所属2年目だけでも、ボビー・イオアが持っていた年間最多アシスト記録、フィル・エスポジトの年間最多ポイント記録を突破した。1981年にはホッケーで最も重要視されるの記録を更新した。従来は、ロケット・リシャールとマイク・ボッシー、1980から1981が達成している。この記録は、 1981年12月30日に、エドモントンのシーズン39戦目、対フィラデルフィアフライヤーズ戦において達成された、クレツキーは、同試合で5ゴールを挙げ、試合は7対5で、エドモントンの勝利。1982年2月24日には、対バッファローセーバーズで、チームの勝利、6対3に貢献する4ゴールを挙げ、フィルエスポジトの持つ、 シーズン最多ゴール76の記録を更新。結局このシーズンにおいて80試合92ゴール212ポイントの記録を残した。さらに1985から1986シーズンには自己の持つ最多ポイント記録を215に塗り替えると、共に年間最多アシスト163の新記録以下記録ないし、新記録はクレツキーの達成時点。 を打ち立てた。NHL が劇的に変化を遂げる中で、1988年8月9日に、クレツキーは、同僚のマーティ・マクソーリー、マイク・クルシルニスキミケ・クラジャルナイスキーらと共に、オイラーズからアメリカ合衆国のロサンゼルス・キングスに移籍した。移籍の見返りは、選手として、ジミー・カーソン、マルタン・ジェリナ、金銭、1500万ドル並びに、 キングスの1989,1991,1993参加年のドラフトにおける第一順目の選択権であった。このトレードの情報が伝わるとカナダ国民の多くが憤慨したため、ある議員が政府に対しこれを止めさせるように働きかけを行ったり、オイラーズのオーナーであるポックリントン、ポックリントンの人形が 公衆の面前で焼かれるなどの騒動があった。カナダ国内には、グレツキー自身を、裏切り者とみなす者が増え、このトレード以降国内における、グレツキー人気が凋落だとする見方もある。一方、グレツキーの遺跡は、ロサンゼルスにおいて、従来は、アイスホッケーに関心を持たなかったファン層の掘り起こしにつながり、初年度の観客動員数を著しく増加させた。 当時ロサンゼルス・キングスがホーム試合を開催したグレート・ウェスタン・フォーラムではプレーオフまでの各試合でチケットの売り切れが頻繁に起こった。かつてグレツキーが所属した強豪チームと比べるとキングスは弱小と目されたチームであったがグレツキーは新生キングスをリンクの内外に渡って統率しスタンレーカップにおいて前年度覇者のフルセイドモントン・オイラーズに対し1勝3敗の 逆境から挽回して見事4勝3敗の優勝という衝撃的な大番狂わせを演じた。クレツキーの南カリフォルニアへの登場は NHL の半島を塗り替えたと評価する向きも多い。カリフォルニアには3つの NHL チームが所在することとなった。クレツキーの活躍したロサンゼルスキングスは1993年の スタンリーカップ決勝進出でピークを迎えた。シリーズ初戦に勝利した後は、モントリオールカナディアンズに4連敗を喫した。チームは、継続的に選手やコーチを入れ替えたが、1998年まで、再び、プレーオフ進出すら応せず、長期低迷が続いた。この低迷の遥か前から、クレツキーはびれを切らし、新天地を求めて、キングスにトレードを申し出ていた。 1996年2月27日に、パトリストディフ、ローマン・ボッパット、クレイグ・ジョンソン、クレイグ・ジョンソンの3選手及びドラフトの選択権を交換条件として、クレツキーはセントルイス・ブルースに加入した。31試合、レギュラーシーズン及びプレーオフも含むに出場し37得点を挙げ、地区の決勝において延長戦に突入した試合もあったが、 大方の期待に反して、チームやテントリアのブレッドハルトプーの反りが合わず、同年7月21日にフリーエージェントとして、ニューヨークレンジャースに移籍した。グレツキーは、レンジャースで3年間プレイし1997年の地区決勝進出に貢献した後、現役生活を引退した。NHL 公式戦における最終出場戦は、1999年4月16日に、 カナダで行われた。また、引退試合は、同年4月18日対ピッツバーグペンギンズ戦で、この試合は延長戦に突入したが2対1で負けに、終わった。この試合で歌われたカナダ国歌は、グレツキーの旅立ちを惜しんで、オーカナダ、ウィースタンドオンガード 4G の箇所は、ウィアーゴ going to m i s ウェイングレッキー、ウェイングレツキーがいなくなると寂しくなるなぁと、替え歌された。また、 米国国家も、ザ・ランド・オブ・ザ・フリーの部分が、ザ・ランド・オブ・ウェイング・レッキと、替え歌された。また、16日、18日の両試合における、第1位から第3位までのスター選手賞すべてが、クレツキーに得られた、中。2003年、クレツキーは、エドモントン・ウォイラーズの NHL 加入25周年、記念を祝うため、リンク上に姿を見せた。ヘリテージクラシック。 ヘリテッジクラシックと名付けられたこの試合は NHL 始発の野外試合であるが先立って行われたエキシビジョン試合対モントリオールカナディアンズにおいてグレツキーは他のオイラーズオビーと共に出場した後にこの試合の模様は DVD 化されているグレツキーは1999年4月18日の引退時点で61個の NHL 記録を保持していた 内訳は、レギュラーシーズン40、プレイオフ15、オールスター16。1シーズンにおける記録としては、ゴール数、アシスト数及び、ポイント数、テントリ屋の資金石とされるゴズ試合50ゴールの最短到達記録、39試合目などを持つ。また、プレイオフ通算記録としては、ゴール数、アシスト数及び、ポイント数も持つ。さらに、 レギュラーシーズン通算では、ゴール数、アシスト数及び、ポイント数を記録している。彼の生涯アシスト数だけをもってしても、NHL の最多獲得ポイント選手となることができたであろう。ハート記念賞を9度、うち8度は1980年から1987年まで連続受賞している。ちなみに、グレツキーは北米地区における、 プロスポーツ界で最優秀選手賞を最も多く受賞した選手である。また、アートロス記念賞、リーグサイタスコアラーを10度、うち7度は1981年から1987年まで連続、コーンスマイス賞を2度、レスター・ビー・ピアソン賞、選手が選ぶ、優秀選手賞を5度、レディビング記念賞、フェアプレーを5度それぞれ受賞している。また、 オールスター戦における最優秀選手賞も3度獲得している最多受賞体記録。オールスター戦においては、ファーストチームのセンターを8度、セカンドチームのセンターを7度務める栄誉を与えられており、これらの合計回数及びオールスター出場回数は、ゴーニハウ及びレーボークに次ぐ。1982年、クレツキーはホッケー選手、そして、 カナダ人としては初めて AP 社主催の年間、最優秀男性運動選手に選出された。また、同年雑誌、スポーツイラストレーテッドからは、スポーツワン・オブ・ザ・イヤーを受賞。1990年には AP 社から10年間の最優秀男性、運動選手に選ばれた。1984年6月25日には、エドモントン・オイラーズ時代における、 アイスホッケーに対する顕著な貢献を称えられ、カナダ最高の勲章である、オーダー・オブ・カナダを受賞した。ただし、受賞式典は、NHL のシーズン期間中に行われる、慣例であるため、実際に受勲するのは、この13年7ヶ月後となった、この間カナダ総督は2人も交代していた。1999年11月22日に、3年間の、 待機期間を待たずして、特例で、ホッケーの殿堂入りを果たす。この時 NHL は、この特例が適用される選手はおそらく今後は、登場しないであろうとの声明を発表した。また、この殿堂入りの日に至るまでの彼の心情を綴った、日誌は、カナダ中の新聞に共同配信された。さらに彼のユニフォームの背番号99番を、全 NHL チームの永久欠番とすることも同時に、 発表された。1999年には ESPN が選出する20世紀最高の運動選手の第5位に名を連ねた。この時、グレツキーの上位に選ばれたのはマイケル・ジョーダン、ベイブ・ルース、モハメド・アリ、ジム・ブラウンであった。1984年にグレツキーは超ダンスフィーバー、ダンスフィーバーの審査員として出演した時に、 アメリカ人女優でダンサーのジャネット・ジョーンズと知り合った。しかし、1987年までは付き合いは始めていなかった。1988年7月17日にアルバータ州エドモントンのセント・ジョセフ聖堂での結婚式はマスコミによって王室の結婚式ザ・ロイヤル・ウェディングと懸念され、カナダ国内にその映像が生放送された。 エドモントンの消防署員が警備員として聖堂の階段に立った。また、結婚式の費用は、優に百0 0万ドルを超えるとされ、神父、ジャネットの衣装だけでも4万ドルかかったと伝えられる。その後、夫妻は5人の子供、パウリナ、タイ、トレバー、トリスタン、エマを設けている。グレツキーは、日本の長野市で開催された1998年、 冬季オリンピックに出場している。カナダチームに対する期待は高かったものの、マリオルミュー、1987年カナダカップにおいて、グレツキと絶妙のコンビを発揮や、その他有力選手の怪我による欠場があり、カナダはフィンランドに敗れて4位に終わった。この結果については、コーチの守備選手の選択ミスや、シュートアウトに、オイゴーリーのドミニクハシェックに対して、 クレツキーを登場させなかったことに気着せしめようとする声もある。ユタ州ソルトレイクシティで開催された2002年冬季オリンピックではクレツキーはカナダホッケーチームの総監督を務めた。2002年2月18日の記者会見では報道陣の前でカナダ人の代表チームに対する反応や支援の少なさにイライラしてこれを激しく非難する発言を行った。これについては 彼は選手のプレッシャーを払いのけるために単に前コーチのグレン・セーサー、グレン・ソッターの書いた文章を借用しただけだとの観測もある。この大会でカナダはアメリカ合衆国を破って金メダルを獲得した。エドモントン・ウォータールー・マーキュリーズ以来実に50年ぶりの金メダル獲得であった。なお、2005年の世界アイスホッケー選手権大会の 監督を依頼されたが、母親がガンを患っており、母親の健康状態を理由に断っている。公式には監督ではないものの決定に対して諮問される立場にあった。この大会でカナダは銀メダルを獲得した。2010年バンクーバーオリンピックの開会式にて、聖火最終ランナーとして登場した。開会式を生中継していた NHK のアナウンサー武田一は、 グレートワンの表現で紹介した。エドモントンなどでは、ソフトドリンク、ジーパンから壁紙、枕カバー、シリアル、チョコバーや人形に至るまでグレッツキーの顔で溢れている。また、レンタカー会社、自動車会社、清涼飲料水、ファーストフード、スープ、運動用具、保険会社、医薬品、金融機関及び家電メーカーなどの広告にも登場している。 ミケリーネティの書いた、自動用の物語、グレッキ、S ゲーム、ISBN1 から551928515では、アイスホッケー好きな主人公の少年のアイドルとして、グレツキーが描かれている。テレビでは1989年に、サタデーナイトライブのホストを務めた。また1992年の漫画番組、プロスターや、コンピューターゲームなどに肖像を提供している。 雑誌では1997年にシガー・アフィスキャなどの表紙を妻と共に飾っている。また、1998年に男性向けファッション事業を始めると共に、電話カード会社ともライセンス契約を結んだ。さらに、レストラン、スポーツ用具店を所有するほか、ローラーホッケーリンクのチェーンを共同経営している。引退後は、 南カリフォルニアのパワーオートモティブグループやタイレノール、アーサライタスフォーミュラのスポークスマンともなっている。雑誌、フォーブズの推計によれば、1990年から1998年までで、ホッケー及び広告などにより9380万ドルを稼いだとされている。現役時代から場所として競争場を所有していた。1991年のジャパンカップ。 カチウマゴールデンフェザントは、勝利の時点では、クレツキーが、共同場所の一人であったが、レース翌日にヤシロダイファームに売却している。2000年に、NHL のフェニックス雇用手図の、オルタネートガバナー及びマネージングパートナーに就任。クレツキーは、チームの出資の17%を保有している。2004年には、CBC のアンケート投票により、最も偉大な、カナダ人。 ベスト10の一人に選出された。また、グレツキーの名称は、コーヒーチェーン、ティム・ホートンズの伝説的なコーヒー。彼の背番号にちなんで、ミルクと砂糖を9つずつ加えたものの相性とも、なっている。無類の野球好きで、アイスホッケーだけでなく陸上競技や野球でも、注目されていた。子供の頃のグレツキーは、アイスホッケーよりも、野球をやりたがっていた。 カナダ放送協会、カナダの公共放送の取材を受けた少年時代には記者からの将来はプロのホッケー選手になりたいという質問に対して、うん、それか野球選手のどっちかになりたい、と答えている。2008年の9月にフェニックス雇用手図のホームアリーナで受けたインタビューにあっては、早速グレートワンと呼んできた記者らに対して、 次のようなことを言っている。諸君、本当のグレートワンは3000本あんだの一郎だよ。私は大の野球ファンなんだ。できたら、一郎に合わせてくれないか。野球カードを収集しており、現存する、最も価値のある、野球カードである、T206 ホーナスワグナーの全保持者で、競売にかけたところ235万ドル、約2億8、0円で落札されている。 現在は、息子が野球をやっており、子供の野球チームのコーチもしている。息子のトレバーグレツキーは、野球選手で、2011年のドラフト会議では、シカゴカブスから7巡目で指名を受けている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。